女のハウスボロボロで歴代みんなで壊したからね。そうそう、特にアンズちゃんがね、かじってて、うん、寝るつもり。そうなの。あんちゃん。あんちゃんは意外と刑事好き。わかりました。じゃあしばらくそこでいいです。カオリン、こっちおいで。なんか餌を食べましたね。あ、そう、あれシロくんしかしないと思って、思い出しまったんですけど、いいね。びっくりしちゃった。ごめんね。カリン、部屋の中も怖くないでしょ。すちゃん、それさ、そんな新しい薬、カオリンとアンズちゃんの羽をだいぶ虫がっちゃったんだけど。そうね、何かあるんだ。
やっとくよ。いつものみんなが入るとこに入ってきましたね。そしてパクソピーって言わせますね、きっとね。前通しても平気？あ、ちょっとこれを気にしたり、ちゃんもあずちゃんもさ、ここのベッドで一旦落ち着いて、なんか我が物顔になっていったよね。このベッドみんな好きだね。うん。ちょっと落ち着くのかな、上の。うん。そうかもね。少しだけ生活的って暗くなってて。やってもね。森の探検はまだ続いております。ただケージに戻ろうと思っても黒いボスがいるんだよね。え？もういない？ポンちゃんいるよ。ポンちゃん上にいる？そう。3階で寝てるよ。おや。どうします？カオリンさん。これからご飯が来るんですけど。はい。はい。もうご飯食べたくなっちゃったよね。ご飯来るよ。ご飯で。ご飯来るけど、ベッドにはポンちゃん。うん。それだけ聞いてんの。はい、ポンちゃん。はい。カオリン。ご飯だよ。はい、ご飯だよ、カオリン。はい、どうぞ。はい、ご飯だよ、カオリン、ご飯だよ。ご飯。ご飯、ご飯。はい、どうぞ、母ちゃん。おいでよ。どうぞ。うん、ご飯おいでよ。じゃないよ。ほら、本当にご飯があるって気づかないかな。ご飯だよ、ポンちゃん。はいはい。おお。一回で置いとく。まあいいでしょう。そのうち戻るよ。ポンちゃん。ケージでご飯っていうあの、でも慣れてもらった方がいいかな。ご飯、ね、はい、ご飯だよ。どうぞ。はい、ご飯。うん、はい、お腹空いたでしょ。あんちゃんそこにいるとあんちゃんもご飯食べないといけられないんですけど。はい、そっちに行っても大人のカリカリしかないよ。ご飯だよ、カオリン。ご飯を理解してなかったかな、まだ。カオリン、ご飯いたいたよ。うん、一回泣いていたよ。なんとなく、なんとなくは理解してるね。はい、発見してください。うん、ご飯だよ。
何？なんか匂いがするよ。おいしいよ。え？はい。私の顔見てももう置いちゃったからね。はい。置いたよ。かおりん。うん。ご飯って顔見てるんですけど。よいしょ。はい。まおいさんが言うんだね。とうちゃん、はい、ご飯。とうちゃんご飯。あ、おいしそう。とうちゃん、こっちで食べよう。ケージの中で食べよう。はい、おいで。おいで。はい、はい。とうちゃん。とうちゃん、おいで。とうちゃん。おいで、おいで、おいしいね、おいしいね。こっちだよ、こっちだよ。赤ちゃん、おいで、おいで。かおりん、こっち、こっちだよ。あ、気がついた。見て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 。興味を失ってしまったか。あ、決めといてる。カーリン、ちょっと食べられたからいいのかな。カーリン、カオちゃん、乗るの？乗った。じゃあ置いとくか。Thank you.